まあいっかって感じで。あ、そうですね、ちょうど公園が開園しましたね。ピンクと緑か。あのですね、15日にオレンジチームで公演があります楽しみ。この間みんなで合わせしたんですけど、2時間くらい時間取ってあって、30分は無駄な話してたくらい仲良しなんですね、オレンジチーム。明日登録なりますように。みんなでなんか本当になんでだろうね、あの時みんな疲れてたからかわかんないんですけど、今思い返したらなんでって思うことで本当にお腹が割れるくらい爆笑したんですよそんなに笑うってことですごい笑っちゃって、みんな疲れてたんだと思うってぐらい本当になんか変なことで笑ってて、もう思い返すだけで笑えるんですけど、本当に面白かったな。なんか本当に仲良しです、面白い。もうね、仲の良さは一番なんじゃないかなって感じですよ、オレンジチ。楽しみ。ああとそうですね、アイアライブが終わってからショールームをするのは初かもしれない。皆さんありがとうございました。アイアライブとっても楽しかったぜとっても楽しかった。制服のバンビーをユニットはしました緊張しためっちゃ。でもバンビーは人生で2回目だったのであんまり緊張はしなかったんですけど、やっぱあれですね、キス待ちが一番緊張しました。はい、もう楽しかった、思い返すだけでさ幸せに浸るよねキス待ちのセリフは本当に緊張しました、あれは、うん、本当に緊張したよいやーダメでした、あれはもう。アイアライブ楽しかった。なんか久しぶりに仮のファンの方とたくさん会えて、直接ね、すごく嬉しかった。あ、AKB のお話し会振り替えが始まってるみたいなのでぜひ来てください。そう、3部もあるのでたくさん皆さんのご都合の合う日、会う時間にぜひ来てください。でも特典とかもあるからさ、今回すごいドキドキしてます。どうなるんだろうって思ってどうなるんだろうって思った。なんかオレンジだからオレンジの服を探したんですけどなくってみなさんぜひ来てください。オレンジチームもオンラインですけど楽しみですね。かりちゃんの剣持ってますよ、お、ぜひ待ってます。オレンジはなかなか持ってないよね。なんかこんなこと言うのもあれなんですけど、私の今は全然そうでもそんなことないんですけど、幼稚園の頃に嫌いな色何って答えたら聞かれてたらオレンジって答えてたんです。ちっちゃい頃の嫌いな色はオレンジだったんですけど、今は嫌いじゃないです今は嫌いじゃないです。でも私がちっちゃい頃にどうしてそんなにオレンジが嫌いだったかも覚えてないですなんでなぜか嫌いだったのにね。なんでだろう、今の好きな色はピンクと白ですね。でもなんかさ、好きな色はピンクと
白だけど着ると好きな色って違うじゃないですか。好きな着ると好きな色はベージュと茶色と白なんですけど、普通に物とか持ち物で好きなのはピンクと白だから、不思議だなって。いやみかんはね全然好きだった確かみかんは好きでした。オレンジの衣装が楽しみ、楽しみにしてて。あ、人参は無理だった。あ、そう、あの他のチームも衣装に色が入ってるじゃないですか。オレンジの衣装予想してみてください。当たるかなちょっと難しいかもしれないけど、ぜひ予想してください。オレンジね持ってないなオレンジは持ってないな。ツイッターのあのフリート機能ってどう使うべきなんだろうと思ってさ。アンドロイド見られないんですか？なんで？でもなんか私の好きなツイッターとどんどんかけ離れていくのが寂しいですちょっとなんかアップデートするのためらいましたけど勝手にアップデートされちゃって、アンドロイド今日見れるようになった。お、よかったね。ツイッターはツイッターらしいままがよかったなっていう追廃からの一言。そうそう、本当にそう、タイムラインが見づらくなったの。そうなの、そうなのよ。やっぱさ、見やすさって結構重要じゃないですか、追廃にとって。だからあのちょっと TL が見づらくなったんでね、ストーリーはインスタだけでいいなと思って。今日朝からお寿司食べたいってずっと思ってるんですけど、お寿司が食べたい。フリート消せないんだわかる、上に丸がいっぱいあってなんか違和感だよね。視力はねあんまよろしくない、あんまっていうかよろしくないですね。お寿司昨日食べた？羨ましいな。何が好きかって聞かれたら分かんないですね最近は。いっぱい好きでもくら寿司のうな玉食べてみてください、飛びますよ本当に。美味しかったくら寿司のうな玉がめっちゃ好きです。でも食べ過ぎたら言い死ぬんですけど、ほどほどに食べるのがまあいいんですけど、めっちゃ美味しかったうな玉。ぜひ1月してください。飛んだよマジで氷炭寿司はまあなんだっけ、なんかの差し入れで食べて美味しかった。めっちゃ今日うな玉食べた、いいな、めっちゃ美味しかったくら寿司。でもちっちゃい頃からお寿司食べに行くってなったらくら寿司が多いかもな。まあなんかお家の近くっていうか、まあ近所でもないけど、そんな行けるとこにかっぱ寿司とかがなくて、スシローもあんまなくて、くら寿司だったからくら寿司行ってた。あとはスシローは納豆巻きがないのであんま行ってなかったかも。ちっちゃい頃ってやっぱ納豆巻きみんな好きですよね。私も納豆巻きといくらしか食べれるものなかったから。クリスマスマーケット行きたい、今日ちょっとだけ通りかかったけど早く行きたいなって思ってました。カップね、去年はもらいましたよ緑の。今
今年ピンクらしくって可愛いなと思ってゲットしに行きますそう、うなたまは軍艦です。私卵苦手だったかも。お寿司の甘いかったら、甘かったら苦手です。卵焼き甘いのあんま好きくなくて、しょっぱい派です。とっても、あ、そう、それ白い恋人とコラボしてるやつか、欲しいの本当に。いつの間にか冬だよね。ね、本当に怖いわ。野菜はもう食べれます、イエーイ。そう、美味しいあれ食べた、サラダ食べた。あのドレッシングがカレー風味でめちゃくちゃ美味しかった。成長した、成長した、本当に美味しかったです。とっても、すごい、ずっと行ってみたかったんですけど、なかなか行けなくて、やっと行けました。で、寒かったんですけど、どうしてもテラス席で食べたかったので、寒い思いをしてテラス席で食べました、イエーイイエーイ。ミミリン似てますか、ミミリンに。そう、野菜だから余計さ、体冷えちゃって、その後あったかい飲み物飲みに行きました。寒すぎてね、本当にもう。早く公演ね、したい。あとちょっとです、3日間ですよ、3日の辛抱。いや、そうだよ、ほぼ2日だよ、2日だね。今日じゃない、明日、明後日ミミリンにしか見えないのってアカリンですアカリンです。でも歯かな、歯が結構特徴的やから、ウサギっぽいってよく言われる。オレンジはもう言わずともハルダンさんですよ、リーダーは。でもリーダーっていうリーダーを決めてないですよ、なんかハルタンさんがいっぱい仕切ってくれます。オレンジ明日か、当たるといいですね。じゃあ明日はオレンジのものを身につけてたら皆さん当たります当たりますって言って当たらなかったら本当にごめんね。あかりさんおはようだって、おはよう。皆さんオレンジのもの身につけたら当たりますよでもこれで当たったら本当に私のこと神様って呼んでね、よろしく。そうだからオレンジ公演の日はオレンジのカラコンして、オレンジメイクして、オレンジのリップ塗ろうかなと思ってる。当たんなくても神様だよ、だって知ってた嘘です、ありがとう。オンライン申し込みしてきたわ、待ってる、嬉しい。神様、仏様、あかり様ありがとう。
関さんと言えるか。ファイティーン。AKB のオンラインは先着順なんの？ちんちゃ？びっくり。先着順なんで、HKT はあれですよね、抽選だった気がする。かりちゃんの食べてたお肉も食べたいので、あれさ、めっちゃ美味しかったんです。のっけたのはあのなんかお肉とイクラとウニが入ったやつなんですけど、でももう一個赤身ロックってやつを食べたんですよ。それがめちゃくちゃ美味しくて、それめっちゃ食べてって思う。あれは本当にびっくりした。もう美味しくて、なんか私の毛穴という毛穴が全部開いてくる美味しかったもん。つって、もう宝石箱はもう見たらわかるじゃないですか、美味しいって。けどあの赤身ロックってやつがめっちゃ美味しかった。本当に美味しくて幸せでした、あれを食べれて。そう、イーズのどこだっけ、あれフードコート、フードコートにあります、あるやで。みくちゃんと食べたので美味しさがもう100倍くらいあった。なんかみくちゃんと食べたから美味しかったです、とっても。普通に食べるより多分美味しかった。滑るのやってみたい、わかる。あかりもあれはやったことないです、とっても難しい。そう、やるの難しそうじゃない、怖い。なんか頭が回ってないんだけど。そんな時もあるさ。そう、誰と食べるかって美味しい。野球はバッティングしました、打てたよ。なんか最初の方だけ打てたのに、後になればなるほど打てなくて、夕飯食べた、おでん食べた。いつもお休みの日とか時間ある時は17時半とか17時45分に食べてます。18時前とかに食べてます。なんかお腹空かないと眠れなくて早い時間に食べます。ボールのスピード早かった？なんかママに遅くないって言われたんですけど、やっぱ早いよね。あかりにしては。おでんのネタはこんにゃくが一番好きかな。夜中寝てる、お腹すかんかな。よしにしては早いよね。だって葵さんと日向さんに意外って言われたもん。投げ方迫力あった。そう、めっちゃ言われた。あのさあ、迫力あったから、なんかストレスでも溜まってるのって言われた。キャッチャー目線のやつめっちゃビビってて可愛かった。いや本当にあれ作りのリアクションとかじゃないの、本気のリアクションなの。なんかね、怖かった。ダメだよね、あんな怖すぎてさ倒れたよね。しかもあれ目開いてない、薄目で見てたのに、あのリアクションよ。なんかビビりやめたいなって思う。わかんないけど。ビビりはやめれません。野球は見たことないですね。テレビでも生でも見たことないかも。
いや、せやねんな。直そうと思って直せるわけじゃないのよ、ビビリは。悲しいことに。ね、京セラで握手したね、懐かしい。サッカーはある。学校で見なさいって言われて見たよ。なんか学校の球技大会で仮がサッカーやることになって、でそのサッカーをやる女の子たちを仕切ってくれてた先生がいて、もう私たち全然ルールとかも分かんなくて、とりあえずサッカーの試合見てって言われて、あの録画したのを覚えてる。見たけど結局分かんなくて、球技大会あるからサッカーちょっと勉強しようみたいなのあって見たんですけど結局分かんなくて。でもサッカーはね、アビスパで見ました。生でめっちゃ楽しかった。サッカーかっこいいなと思う、できる人って。なんかやったことあるからこそできる人ってかっこいいなと思う。なんかね、難しかった。私本当にビビりだからさ、2回目だけど、人がこうボールを蹴ってるところに横入り行くのもできなくて怖かった。そう、なんかサッカーかバスケどっちか選びなさいって言われて球技大会で、でも身長的にバスケは無理だったから、まあ頑張ればできたんですけど、あ、多分バスケは無理だと思ったから消去法でサッカーに行ったわけ。まあ案の定できんよねっていう。ねえ、そう、ボールを取りに行けないのよ、人が蹴ってるところをさ、怖くて。ゴールキーパーとか絶対できないよ。そう、サッカーとバスケの二択だから、消去法したらサッカーになっちゃった。だからすごいできる人ってすごいなって思います。なんか仲いい女の子がサッカーやってたんですよ。マジでかっこよかった。私の中1の頃仲良かった子がサッカーしてたから。あ、テニスはね、ソフトならできる。ソフトテ、あとバドミントンは得意だよ。足は普通だと思う。 50m 走はちなみに8秒7でござる。もう測ってないから分からんけど、小6か、あ、中1かな、中1でも中1測った時100とかだった気がするけど、 8.7 とかだったから平均なんですかね。バドミントンは楽しいね。女子サッカーってかっこいいですよね、マジで。スキーはできるよ。スノボはやったことない。でももうスキーもできるか分かんないですね。何年前の話だろうって感じなので、今同じような眼鏡つけてる。一緒じゃん。でも今日コンタクトしてたんですけど、あまりにも疲れすぎちゃって帰ってきて帰宅が即コンタクト外すよね。スケートもできるよ、意外とできるね。でもね、できないのは全くできない。あ、わかる。スキーやったら絶対筋肉痛になる値も。ウィンタースポーツね、楽しい。
赤レンガのスケートリンク私はないの。ないの？私が友達と滑ったあの思い出の赤レンガの、あー思い出の地が今年はないなんて寂しいわ。そう、普段はコンタクトです。よいしょ。じゃあ今日は早いんですけどそろそろ終わろうかな。最近嬉しいことありました？最近か、最近の嬉しいことか。って感じです。させてください。かりちゃんは今からリハーサルの確認をしてきます。お仕事では嬉しいっていうか楽しいことはいっぱいあるんですけど、プライベートで嬉しいこととか楽しいことがマジでオプソヨなので、ちょっと楽しいプライベートを過ごしたいですね。頑張ってきます。なんかいろいろと重なりに重なりまくって、あかりがあの一時期頭爆発してた時はクリエイターズのリハとコケラ落としとアイアライブとオレンジチームのリハーサルが同じ期間にあったんですよ。もうその時が脳みその試練でしたね。でももうそれも乗り越えて今はオレンジチームだけになったので、もうなんとか乗り越えましたっていう、はい、頑張ってました。そう、皆さんにその期間告知できてたのがオレンジチーム以外で3つで大変って言ってたんですけど、実はもう1個陰で進んでました。それじゃあランキングを読みますね。13位が OD さん、12位がはやったーさん、11位がもんたろうさん、10位が優しいおめめさん、あれ変わっちゃった、もう一回いくね。13位が OD さん、12位があかりおしったさん、11位がもんたろうさん、10位が優しいおめめさん、9位が8月さん、8位がしんさん、7位がしし座にとらどしさん、6位がさとるラブさん、5位がピカさん、4位がちゃんとくさん、3位がたかっぴさん、2位がそうさん、1位がペネさん、ありがとうございました。そう、オレンジの抽選本当はそう夏で10月上旬くらいから始まるよって言われてたんですけど、いろいろとあってできなくなっちゃったので、でもリコちゃんも言ってたんですけど公演で、本当はレッスン場でやる予定だったんですけど公演劇場でできてすごく嬉しいです。イエーイ。じゃあまたね、またします。バイバイ。